フライのうねりちゃんとできていますか？まあ、クロールとかでも結構前体重ってすごい難しいじゃないですか。でもバタフライって実はクロールなんかよりももっと前体重にしないと長く泳いだりストローク数を減らしていったりすることって結構難しくなってしまうんですね。ということで本日の動画はバタフライのうねりをもっとうまく使って長く泳いでいくテクニックを4つご紹介していきます。動画の後半には3つのおすすめの練習法もご紹介していきますので、ぜひ参考にやってみてください。それでは行きましょう。ではまずは本日のラインナップをご紹介していきます。1、沈み込みを覚える。2、遠くに浮き上がる。3、リカバリー時は腹筋。4、骨盤後傾と前傾。そして最後におすすめの練習方法3つご紹介していきます。動画内で質問やご相談のある方はコメント欄に書いてください。必ずご返信いたします。1つ目が沈み込みを覚えるということなんですけど、まずはバタフライしっかりとうねりを使いたいのであれば、入水した時にグッと沈む練習をぜひやってみてください。意外とバタフライで沈めない方多いです。バタフライとか平泳ぎっていうのはうねってなんぼの泳ぎですね。両手両足をやっぱり一緒に使ってる。でリカバリーとかもうねりがないとどうしても、まあ、水中でリカバリーをしてしまうっていうことになってしまうので、必ず、まあ、沈み込むっていうことをまず覚える。で沈み込めば浮き上がることもできますので、浮き上がりができるようになると息継ぎもリカバリーも楽になります。まずやっていただきたいのが、もうとにかく入水をしたらガッと前に体重をかけるっていうことです。これ本当に重要。これができないとあんまり長い距離は泳げないと思いますね。 50m はきついと思います。2つ目が遠くに浮き上がるということですね。ある程度ちゃんと沈み込みができるようになった方は、今度は浮き上がりをできるだけ遠くに浮き上がってこれるようにしていきましょう。まあ、これも結構それなりの感覚だったり経験値っていうのは必要にはなってくるんですけど、まあ、イルカ飛びとかちゃんとできる方は本当はバタフライでも使えるはずなので、後ほどイルカ飛びの練習もご紹介しますが、まあ、ぜひ遠くに浮き上がるっていうことを意識してみてください。ほとんどの方は浮き上がり一気に浮いてくるんですよ。もう直角なんじゃないかっていうぐらいの勢いで上がってきてしまうんですけど、まあ、それで多分息継ぎとかリカバリーまではうまくできる。だけどその後また同じように泳ぎ続けるっていうのが結構きついと思うんですね。まあ、そこまで直角で浮き上がってきてしまうと前に体重をかけるっていう動作が本当に難しくなってくるので、あんまり勢いよく上がらないようにしてみてください。で3つ目がリカバリー時は腹筋っていうことなんですけど、まあ、先ほどの浮き上がりとちょっと関係していて、浮き上がってからリカバリーを行います。でそのリカバリーを行ってる時っていうのは次の準備をしなければいけない、次に前に体重をかける準備をしなければいけないんですね。でまあ浮き上がりはある程度反ってくるのはしょうがない。まあ本当はねそこまで反りすぎは良くないんですけど、ある程度反って浮いてきてからのリカバリーで、リカバリーで、まあ、次の準備をするっていうことは前体重の体勢を整えなければいけないので、ある程度腹筋を使って前かがみになれるようにしてみてください。バタフライで一番難しいのはここだと思ってます。正直選手とかでも息継ぎとかリカバリーで結構抵抗をどうやって減らすかって悩むのはこの腹筋が使えるかどうかにもよってきます。4つ目が骨盤後傾と前傾ですね。バタフライとか平泳ぎをやるからには必ずこの骨盤後傾前傾はどういう体勢なのかを覚えておくようにしてみてください。まあ、これ知ってる人知らない人結構大きな差は出てきますね。骨盤後傾わかりますか？どういう姿勢か、まあ、前に体重が寄る時っていうのは骨盤後傾になっています。骨盤の上の面が後ろに傾いている状態、お尻がちょっとだけ引っ込んで猫背になる状態が骨盤後傾ですね。第一キックを打った後前に体重をかけるときは骨盤後傾になっています。その反対で前傾というのはお尻が出て背中が反っている状態。あんまりバタフライは前傾のタイミングはないんですけど、
この骨盤後傾と前傾を必ず陸上でできるようにしてみてください。ということで、おすすめの練習方法を3つご紹介していきます。まず1つ目、イルカ飛びになります。はい、初心者の方でもぜひやってみてください。まずはちゃんと沈み込めるようにすること。もう床すれすれまで潜っちゃっていいです。もう床手くっついちゃうぐらい潜ってください。で、潜り込みが分かったようになったら、次は浮き上がりですね。浮き上がりでできるだけ遠くに浮き上がってくるようにしてほしいんですけど、その時のコツとしては、体を反らしすぎないこと。体を反りすぎるともうすぐ上に上がってきて、もう遠くっていうか近くに浮いてきてしまうので、浮き上がりの時にできるだけ腹筋を使ってまっすぐ体を保つこと、まあ、これだけでも遠くに浮き上がることができます。続いておすすめするのがドルヒラになります。ある程度イルカ飛びができるようになった方は、そのうねりの技術を使って今度は平泳ぎのキックをドルフィンキックに変えたバージョンのドルヒラをぜひやってみてください。ドルヒラでもある程度バタフライの軌道は決まってきてしまいます。このドルヒラがちゃんとできてない方っていうのは、大抵バタフライでうねりができていない方になりますので、必ずやるようにしてください。で、ここで意識してほしいのも、イルカ飛びと一緒で沈み込みをちゃんとやることで、浮き上がりもできるだけ遠くに浮かんでくること。基本的に第2キックはいらないです。第1キックのみでぜひやってみてください。そして最後におすすめするのが潜水になります。これの主な練習は、ドルフィンキックを水中で打ち続けることができるようにしてくださいということです。ほとんどの方はこうドルフィンキックを水中でやると、まあ、浮かんできてしまうんですね。で、浮かんできてしまう理由としては、ちゃんと前に体重がかかっていないとか、キックで無駄な抵抗が起きてしまうっていうことがあるんですけど、潜水がちゃんとできるようになったら前体重ができてるようになったっていうこと、まあ、これを必ずバタフライでは必要になってくるので、身につけるようにしてみてください。ということで、本日の動画も最後までご覧いただきありがとうございました。セリカスイミングではパーソナルレッスンも随時受け付けておりますので、気になる方は概要欄からぜひチェックをお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。